番やらかしたことはありますか？プライベートだけのアカウントを作ってしまったんですよ。すごい卑猥な写真をつけて。ラジオネーム松岡夏美さんからいただきました。めっちゃ恥ずかしい。LB レコード第2部。さあ、この時間なんです。あ、よろしく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 。イエーイ。はい、これが一応挨拶なんです。お願いします。はい、で、いつもね、KBC ラジオで夜19時から22時まで夏美さんとLB レコードっていうラジオをやらせてもらってるんですけど、はい、その延長線をちょっと撮らせてもらってるんですよね、はい、ここで KBC ラジオのね、ブースで、はい、2部ということで映像付きでお送りしております。そうなんですよ。だからラジオ終わってから、この方はメイクするんですよ。もう口紅いっぱい塗りたくて。あ、こんな感じだな。なんだろう、よくないな、おい。まやばい、お袋のやり方。お袋の化粧の仕方。昔の口紅。はい、で今回もあれですね、はい、質問とか相談とか来てるんでしょ、はい、たくさんいただいてるんですが、はい、ちょっと今日が11月26の9周年、錦鯉テイク9周年を迎えたということで、はい、結構9周年に関することが多いんですけど、うん、デビューをして9周年ですが、一番やらかしたことはありますかっていう質問をいただいてるんですよ。はいはい。まあフリーになって1年ぐらい経つんですけども、アイドル時代の時はめちゃめちゃやらかしてますね、正直。でそう、遅刻したとか、はい、自分の曲なのにちょっと出なかったとか、はい、そんな話は聞いたことあるんですか？可愛いです、可愛いです、全然。あ、そんなの序の口。はい、もういずれやっぱネタにできちゃうじゃないですか、そういうの。そうね、なんかそういう時もあったねって、うん、これは結構解禁してないです。もうちょっとやばいですね。皆さん心の準備いいですか？結構いろんな人に迷惑をかけてしまったので。じゃあ HKT 時代には絶対言えなかったことですね、これは。言えなかったですね。今だから言える。はい、今も言っていいか分からんけど、まあもう自分の罪なので別に。じゃあ言ってもらっていいですか？当時インスタグラムとかをまだやってない時だったんですよ。はい。でその時に結構インスタが流行り始めてて、いろんな可愛い子たちが写真とか上げてたんですよね。それに憧れて、本当は作っちゃいけないんですけど、もう本当にファンの人には見せないプライベートだけのアカウントを作ってしまったんですよ。裏アカってやつですね。はい、有名。オブラって言ってたんですけど、まあ裏アカってやつを使ってしまったんですよ。それが流出しちゃいまして。あら大変。はい、ファンの皆さんの元に守っちゃったんですよ。ちょっとどんなこと書いとったん？内容が本当にやばくて、本当にめっちゃ離れて行ったファンもいたぐらいの内容だったんです。なんて書いてあった？なんかすごい卑猥な写真をつけて。元アイドルがと言った。しかも明るく言った、満面の笑みで。その時高一で、はい、もうまだなんていうんですか、覚えたての下ネタというか、なんかもっとアホだったです。アホや。とにかく子供だった。で、なんかこの、はい、なんか面白いと思ってたから、それが。まあ、面白いけど。面白いんよ。どれべー。どれべー。どれべー。51歳もどれべー。言ってる場合じゃないよ。しかもそれが、流出してって、はい、で、結構ファンの人が激しすぎるとか、はい、もう応援できないっていう人もいたんですけど、まあ、大体の私のファンの人は笑ってくれました。あー、それ良かったね。それだけが救いでした。でもインスタって写真が多いじゃないですか、はい、どういう写真載っけたのそれ？いや、写真は結構もうパンチ強いですよ。どんな？もうモザイクってかけれます？ちなみにモザイクお願いします。何があったら。はい、だからまあこれがマイクとしますよ。はい、で、その時 MC をしてました、ちなみに。はい、で、アイドル基本はこうやってマイクを持ちます。うん、これが基本なんですけど、うん、私疲れてこうやって持ってしまいました。で、これをその上げたわけですよね。自分の股間を押さえちゃった今。はい、すごいね。で、まあ文章をそれ上げちゃったんです。へえ。でも私一個怒ってることありますよ。何？なんか裏垢に、その私がファンの人に誕生日をお祝いしてもらった日があったんですよ。で、集合写真を上げて、なんか私のファンの人って本当にいい人だなって、みんな大好きだなっていう投稿したんですよ。うん、だからそれだけ流出しなかったんです。なんで？まともなことやってる時は流出しないんや。めっちゃいいこと書いたのに、それがちょっと世に出てくれたら、ちょっとファンもガッサーい。やっぱそんなもんなんよね。そうなんです。いいこと書いてもそれは広まらんだよね。はい、だからそれはもう本当表で伝えていくしかないってことですよね。悪いことしたらすぐ広まっちゃうもんね。そう、だから本当反省してます。当時はもう本当グループとかスタッフさんにもたくさん迷惑かけちゃったので、うん、すいません。
もあの本当になんかね、お父さんからのお願いなんだけどなんかもう一生、はい、って言うな。いや言わないでくださいよ。ピーン。だけど SNS とかじゃなくて、はい、もう普通に。確かに普段から言ってるからそうなっちゃう。そう、普段から言うな。まだ嫁入り前が、言うな、元アイドルが。でも未だにうっていうワードは好きです。はい、チンピーにしなさい。チンピーにしなさい。ずっとピーです。大丈夫。ほんとよ、これ連呼だもん。チンピーにしなさい。ピーン。じゃあちょっともう一個いいですか、私の方から。はい、お願いします。ですね、このメッセージ、一緒に焼肉に行った時、はい、ご飯2合食べてましたが今でも食べてるんですか。誰か分かった。ラジオネーム松岡夏美さんからいただきました。めっちゃ恥ずかしい。2合って相当よ。めっちゃ恥ずかしい。2合なんて家族3人とかでも2合ですもんね。しかもその時なっちゃん家で焼肉したんです、そういえば。で、うん、後輩が結構来てたんですよ、うん、けど私後輩に3種だけ渡して自分で1人葉っぱだけ渡して、はあ、1人で米食べました。葉っぱだけ渡してそれ食べて、みんな米食べてないんですよ。ちょっと1人でだから大体 4,5 人集まるからって言って、女の子、まあ、2合ぐらいあれば足りるかなっていうので、うん、なっちゃんが2合炊いてくれたんですけど1人で食べてめっちゃ心配されました。ラジオから家でご飯食べれてないって聞いて。いや、ほんとそんな感じよね。相当ハングリーやろうなと思われる。めっちゃ食べてるんですけど、その時は、ね、すごいね、はい、アスリート側に食べとったね。めっちゃ食べてましたね。今でも焼肉の時は基本ライスは大か特大頼みます。特大頼むんや、はい、そんな細いのにね。ご飯めっちゃ食べます。でもさ、大体細い人ってめちゃくちゃ食べるよね。そうですね、意外と食べる人多いです。やっぱりメンバーの中でも、あ、私大食いやなと思ってた。めっちゃ食べてた。いや、全然です。当時は全然食べてなかったんですけど。まだ上いる？卒業してから。あ、卒業してから食べるようになった。はい、そうなんです。めっちゃ食べるようになりました。ほんじゃ、そのメンバーの中で、はい、この人食べるなみたいな人っておる？いますよ、もう。フードファイター、ちゃんといますから、一気に。フードファイターおる？もうメルちゃんかミクリ。このもう2人。すごい。なんか。だってミクちゃんとか小さいじゃん。うん。みんなでご飯行くじゃないですか。もう結構手当たり次第バン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 って頼むんですよ、うん、いや食べれるのみたいな、どうせ残すんでしょ、なんかお気持ち悪いなって思うじゃないですか、うん、全部切れる。へー。だからなんか見ててめっちゃ気持ちくて、うん、なんかその本当 YouTube とかに上げてほしいぐらいもう綺麗。じゃあどのぐらいの量いくわけ、みくちゃんとか。もう中華とかだったらめっちゃ食べますよ。もうチャーハンとかも本当王道のやつとか。じゃあチャーハンとか麻婆豆腐とか、うん、エビチリ餃子とか全部耐えられちゃう、はい、一人で。はい、食べます。なんだそれ、すごいですよね。うわー、ちょっとだからみんななんか気持ちいい。うわ、本当だね、うん、将来旦那さんなんか大変なんだろうな一緒に食べてくれる人だったらめっちゃいいですね。そうやろね、うん、メルちゃんも、メルちゃんもめっちゃ食べる、好きなこと食べること言ってる。本当、うん、そんな食べるんや。あ、ね、食べますね。そうですね、なんかこの LB レコードやってると夏美館だけじゃなくてメンバーのことみんなわかるね。確かに、ね、てかなんすごいですね、毎回仕入れてきて。私聞いてるんですよいつ仕入れてるんですかってぐらいのロケの合間に聞いてるんですよ俺は一人ずつ仕込みしてるんですよちゃんと、ね、いえいえということで、はい、また次回お会いしましょう。さよなら。はい、来週。最後まで見ていただきありがとうございます。ぜひともチャンネル登録よろしくお願いいたします。